前の皆さんこんにちは、リョウ松本です。いやー、3月ももう1週間ぐらい経ちまして、つまりは僕が働き始めてからもう約1週間以上は経とうとしておりますので、1週間ぐらい働いて気づいたことをですね、思うところをちょっと話したいですね。僕はまあセレクトショップに今僕はお店立たせてもらってて、まあ一人でね、あのお店番というか店番してることもあるんですけど、なんせ買わないっすよね、みんな服を。なんせ買わない、これがやっぱ一番こうなんていうかな、印象に残ってること。売れない。まあユニクロとね、どうしても僕は比較になっちゃうから、ユニクロと比べるのもあれかもしんないけど、でもやっぱね厳しいなっていうふうに思います。特にセレクトショップとかは、なんで買わないのかなと思うんですよね。多分お金がないから買わないのかって、そもそもなんかあれなんですよね、物に興味がないんですかね、今の若者は。そんな感じがします。物にもう物が自分の周りに溢れ返ってるから、もうこれ以上必要ないと、そういうようなね意識があるんじゃないかなと。今の特に若者は、なんだよ、ミレニアル世代でしたっけ、ミレニアル世代、その生まれた時からもう自分の身の回りに物とかが溢れてて、何かこう強烈にこれが欲しいとかいう思いを抱かずに済んでいる今のまあ10代20代の子たち、まあ僕もそうですよね。まあそういう時代なのかなと思うんですけどね。だから今の人たちってなんか、まあちょっと話変わるけど、物じゃなくてこうことにお金を使うらしいんですわ。例えば旅行とかね、そういう経験みたいなところ、旅行とか、まあ他思いつかないけど、なんかそういう経験、物を買うんじゃなくてことを買う、そこにお金を使うらしいんですよね今の人たちは。でもね、僕思うんすけど、今ね物とことってこう言ったんすけど、じゃあね、物を買ったからってことを得られないかって言ったら、そういうことはないと思うんですよ。物を買ったことによって得られること、経験体験もあると思うんですよね僕は。むしろそっちの方が大きいんじゃないですか。例えば服ですけど、服だってみんなもう買うときってなんで買うかっつったら、寒いから買う、自分の身を守るためのとりあえずの衣服みたいな感じで買うことなんてあんまないと思うんですよね、インナーとか以外は。基本みんな服を買うって言ったら、なんで買うかって言ったら、それはこう自分のね容姿をどういう風に見せるかとか、そういうところの方に焦点行くわけじゃないですか。それってつまり物ですけど、ことじゃないですかね。違いますか？僕はそう思うんですよ。つまりは物を通して、物を買ったことによってこう得られる経験もあると思うんですよね。だからかっこいい服を買って、あ、それかっこいいねって言われて嬉しいっていうのは、これ完全にもうことじゃないですかね。あるいはかっこいい、自分がめちゃかっこいいって思う服を買って着て一日中こうテンション高く生活できるとかっていうことだって、これ物を買ってますけど、物の先にあることを買ってるのと同じじゃないですかね。だからね、そこを知らない人が多いんかなと思って。どうなんかな、俺むしろそっちの方だと思うんだよね。服っていうものが欲しいんじゃなくて、服っていうものを通したその先にあることが欲しいんじゃないの、って俺は思うんだけど、どうなんすかね、分かんないけど。だからとはいえ、なんかね、そんな服にそんなお金かけるやつはバカだとか、まあそういう人の価値観なんで何とも言わないですけど、でもそのバカだと思う前に、じゃああなたは自分が本当にかっこいいと思う服を買って、その値段とか関係なくね、
買ってそれを着て気分がいいとか、あ、自分今日めっちゃイケてるみたいに思って生活したことあるのかなって思うんですよ。それをあって、その経験があった上で、いやこれはくだらない、こんなところにお金かけるもんじゃないと思ってるんだったらまだいいけど、なんかね、そうじゃない人が多いよ気するんですよね、見てる限り。なんかなんでじゃあその服にお金かけないのかとか、まあ言ったら、まあそんなところにお金かけるぐらいだったら他のことにお金かけたいとか、なんか別に服なんかね、H&M でまあ適当に買ってダサくなければいいとか、ダサく見えなかったらまあ大丈夫みたいなね、かっこよく思われたいとか、かっこいいっていう風な価値の判断基準じゃなくて、かっこ悪くなかったら OK みたいなね、なんかねそんな雰囲気がするんすわ私は。だからね、ほんと買ってくれ、買ってほしい、うん、一回はそれ試してみて、それでもうんってなってんだったらまあしょうがないから、食わず嫌いは良くないと思う、本当に。うん、それでまあ何度も言うけど、自分がかっこいいと思う服、これめっちゃいいじゃんっていうのをもうまず買ってほしい、一回は。別にそんなさ、人生でさね、一回ぐらいいいじゃんそれぐらいね、なん50万もする服買えとか言わないけど、そんなんね、まあ、10万くらい出してほしい、10万くらいっていう予算を立てて、なんか自分でこうかっこいい服1個買って、それを着た時のこの経験体験を踏まえた上で、その決めてほしいよね、服を買うべきかとか、かっこいい服買うべきかとか、自分はこのままでいいのかとかね、なんかそういうことを思う本当に。うん、だからね、別に高い服買えって言ってるわけじゃないんだけど、だし自分が本当にかっこいいと思ってるんだったら、例えばユニクロの服だって別にいいんですよ。だけどね、そうやってそういう価値の基準で買ってる人があんまいない気して、僕はね、そう、ちょっと今日声を大にして言いたかった。なんでかな、買ってくれ、できれば俺の店からお願い。では、見てくれてありがとうございました。